福住寺は、長崎県長崎市地区五条にある大幕州の寺院。三号は、文子山。1628年に建立され、宗福寺、孔福寺と共に、長崎三福寺、さらに小福寺も加えて、長崎四福寺に数えられる東寺である。本寺の断信とには、福建省の中でも、昭州と仙州出身の家境が多く、昭州寺や仙州寺と称せられた。 本堂などの建造物は、第二次大戦以前、国宝に指定されていたが、長崎市への原子爆弾投下で消失した。風光の振り子番国霊廟長崎観音が、正式名称。1979年に建立された。亀の形をした霊廟を台座として立っており、高さは18メートルが取り付けられている。1924年発行。 高風害堺に掲載された福住、寺前景裏手の墓地に、東大通寺であった、永泉東西門や、海山閣開らの墓がある。消失前の寺院の全体像を復元した、ミニチュア模型が、長崎歴史文化博物館にある。さらに戦時中に、謎の爆沈を遂げた戦艦未知の区の四法装甲の一部と、残骸で作った異例の直径約3メートルほどの、 巨大な鉄兜が祀られている。1945年の原爆投下で消失した旧国宝建造物は以下の2件8棟である。ありがとうございます。